こんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回も歴史を楽しく勉強しましょう。今回から平安時代に入ります。貴族の文化、平安時代でございます。はい。この章の概要をこの配信では一緒に見てみましょう。 時代区分は平安時代。取扱い年代は平安京遷都の794年から鎌倉幕府の成立である1192年までとなります。で、どのような流れでこの平安時代が続いたの、えー、平安時代が過ぎていったのかと言いますと、まずは貴族の政治です。 794年、漢武天皇は現在の京都市に都平安京を造営し、遷都、つまり都を移します。これから400年を平安時代と言います。長いですね、400年。はい。この頃になると、高知公民が崩れだし、自分で開墾した農地は子孫に伝えても良くなり、さらに、 その農地を寺院や朝廷の有力者に寄付をし自らはそれを管理する領主となって増税を逃れることができるようになりました寺院や朝廷の有力者はこうして大きな土地を支配するようになり朝廷と独立した経済力を持つようになりましたこの土地を 荘園と言います。このような荘園を持つ朝廷の有力者を貴族と言います。また、公に仕える家と書いて、公家とも言います。はい、貴族を代表するのは藤原の鎌足り。これは、えー、大化の改新を起こした えー、中野大江の王子の家来である中富の鎌足りのことです。中富の鎌足りは、えー、中野大江の王子から藤原という姓を与えられまして、藤原の鎌足りと改名しております。その後の子孫も、えー、藤原氏を名乗ることになり、えー、その藤原氏が 貴族を代表する氏となりました。藤原氏は、娘を天皇の妃にすることで、天皇家との関係を深め、摂政、関白といった天皇の仕事を代行する役職に就いたほか、他の重要な役職も一族で独占し、朝廷を主導しました。 これを摂政の説、関白の漢、これをとって摂関政治と呼びます。はい。そして、平安時代の文化と生活はどうだったかと言いますと、大陸からの文化を受け入れた日本は、すでにどんどん受け入れ切った日本は、遣唐使の派遣が減り、 ついには廃止されました。そして、だんだん日本の風土や慣習に合わせた独自の文化を形作っていきました。漢字を元にしたかなこれはひらがなカタカナのことですね。今も続いている文字ですね。これを使用することで、日本語を自由に、より自由に記述することができるようになり、和歌、 を中心とした国文学が盛んになります。そして、和歌の由来から物語が発達し、日記や随筆随筆とはエッセイのことですね。はい、様々な分野の文学が花開きました。このような文学は特に藤原氏出身の妃の周囲の女官つまり。 木先、えー、のお世話をする人。この頃、女官のことは女房と言っていました。あの、旦那女房の女房とはまた別の意味ですね。同じ漢字ですけれども、別の意味です。女官女房が多くの作品を残しました。藤原氏が最も栄えた藤原の道長の時代には、源氏物語を書いた紫式部や、 枕草子というエッセイを書いた清少納言が言いました奈良時代の仏教は今度は宗教の話です奈良時代の仏教は災いを鎮め国を守ることを目的としたり深くお経を研究するなど学問的なものでしたが平安時代の初期に空海と最澄が現れ それぞれ中国に渡り、中国で最新の仏教を勉強してきて、それぞれ新言宗と天台宗を開きました。新言宗は日本中に布教され、庶民にまで普及しました。一方の天台宗の総本山、比叡山延暦寺、これは今もあるお寺です。 これは、僧のお坊さんの修行の場として、現代の大学のような役割を果たし、多くの仏教指導者を生み出します。平安時代の中、中期頃から、末法思想、もう仏の力が失われるのではないかという思想が流行し、 極楽浄土を願う浄土信仰が盛んとなります。つまり、仏を信じているだけではいけない、自分から願う、自分から願っていかなければならないという思想です。藤原道長の子供、寄り道が作った宇治市にある宇治平等院法王堂は浄土信仰による寺院の代表です。はい。 こちら、十円玉に描かれていますね。十円玉。十円玉の表は、病院、報道が描かれています。皆さん、ぜひご覧ください。そして、平安時代の末期、武士が誕生します。多くの農地の、多くの農地が全国で小園となり、税収が減ったため、これは税収が減ったのは朝廷です。 朝廷の税収が減ったため、治安の取り締まりは十分ではなくなりました。貴族やお寺などの荘園領主らは、自ら武装したり、武装した者を雇うなどして自衛しました。自ら守っていきました。これが武士の始まりです。平安時代の中期頃から朝廷と対立し、 各地で反乱が起きたりします。この反乱を沈めるのもやはり武士でした。はい。武士同士で戦う。そこでの結果が貴族らの昇進や滅亡にもつながっていくということで、武士の強さが非常に大事になってくるということです。 これが将来の武士の権力の向上につながっていきます。まだ平安時代では誕生といった程度ということになります。これがこの章の概要、貴族の文化、平安時代の概要となります。次回から一つ一つの 内容について一緒に勉強していきたいと思います。今回の配信は以上で終了となります。それではまた次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。